皆さんこんにちはアークインベスト CIO のキャッシー・ウッドです2020年4月のコロナ危機のさなかから動画の配信を続けてきていますその後株式市場は大幅に上昇してそして今は弱気相場に入っています少なくともナスダックはそうですピークから2割 まあ2割以上ですすね下落していますアークの社員にいつも言ってるんですが、夜明け前が一番暗いんだということ、実際今、重要な局面に入りつつあると思います。金融政策の行き過ぎた引き締めに対して、株式市場が反発しているということだと思います。この配信ではいつも金融政策財政政策策財経済指指標標各種指標そして イノベーションといいう順にお話をしています今月はこの動画配信のあとまもなく、ビットコインマンスリーというレポートを出します。これあの、仮想通貨、特にビットコインについて今起きていることに関する情報や視点が盛りだくさんです。 まずはビットコインを取り上げてその後タイミングを見て他の主な仮想通貨についても順次取り上げていきますまずはやはりビットコインですよねでは金融政策ですここ1ヶ月 FRB は金融政策の引き締めを実施しました今政策金利のレンジの幅は0.75%から1%ですもともとは0から0.25%のレンジでした ですので、レンジの上側、上側を使って説明すると、0.25%だったのを実質1%まで引き上げたわけです、実に4倍です。で、なぜこの視点を皆さんに提供しているかというと、FRB は自分たちが間違いを犯しているということに気づいていないんじゃないかと思うんですね。 で金利の引き上げですが、FRB はとても低い水準から始めました、それを4倍に引き上げるということ、そして、まあ、いずれは10倍という声もあります、で多くの市場参加者が FRB は最終的に金利を10倍に引き上げると想定しています、0.25%から2.5%まで、これ、225ベーシスの上昇になるわけですが、10倍に引き上げということになりますよね、もうすでに4倍まで金利、引き上がっています。 さて、FRB が前回、インフレと戦っていた時期を思い返してみますと、これはあのボルカーさんの時代ですねで、その頃インフレと必死になって戦っていました、1970年代後半から1980年代前半にかけてです、当時、私、ちょうどキャリアの出発点にいたわけですが、よく覚えてます、当時、政策金利は10%でした、それをボルカー議長は一気に20%まで引き上げたんです。 これはもう実にセンベーシスの大きな引き上げです。その狙いは経済にショックを与えることにありました。でもよく考えると、これって10から20%と実は2倍に引き上げただけなんですね。それに対し足元ではすでに4倍に金利引き上がっています。それが今後10倍までいくかもしれない。こんなに低い水準からの大幅な利上げ、それが経済に与える影響を考えると。 しかも、ずっと低金利が続いた後の急速な利上げです。これは経済にショックを与えます。実際、M2 すなわちマネーストックの伸びが鈍化しています。27%ぐらいでピークを迎えた後今は前年比で8%まで落ちてきています。でも、これ前月比で見てみると分かるんですがマネーは今年の1月以降ほとんど伸びてないんですね。 ということで、金融政策、すでにかなり引き締められています。そしてちょうど昨日ですかね、QT ・コンティテイティブ・タイトニングですね、金融の量的引き締めを始めました。もちろん FRB ですけど、FRB が量的引き締めを始めました。 これは何を意味するかというと FRB のバランスシート上にある資産を自然に減らしていくということです。バランスシート上の資産の一部が今後、満期を迎えるにあたり再投資せず償還させるつまり減る分を補充しないということですね。ね多くの人は 量的引き締めが本当に引き締めを意味するんだというふうに誤解をしてます。でも実際は違うんです。今ご説明した通り、中央銀行のバランスシート上の資産について、今後満期を迎える分が自然に減っていくと、まあ、それだけのことなんですね。量的引き締めっていうのは。 でこうした資産は銀行ローンの伸びを加速させる、まあ、焚き火に例えると焚き付けの役割を果たすはずだったんですがそれが実際にそれに火がつけられる転嫁されることはありませんでしたなので今後徐々に満期を迎えていきますですので量的引き締めは利上げとかマネーサプライの操作のような本当の意味での引き締めと比べてそれほど大きな影響のある話ではありませんさて今 FRB が一番の課題と認識しているのがインフレです実際インフレは我々の想定をはるかに超えていますそしてその理由は明らかですサプライチェーンの問題がもう2年ぐらいですかね2年以上ですね相当長引いてますまたロシアによるウクライナ侵攻で食品やエネルギーの価格が高騰しています FRB はこうした事態を歓迎していませんもちろん FRB だけじゃなくて一番痛手を被っているのは消費者ですよねこれほど大きな痛手は2008年2009年金融危機直後以来ですでもそのインフレですがすでにピークを打ったことを示す兆候も見られますパウエル議長もインフレは3月にピークを迎えたかもしれないと発言しました FRB が重視して関心を示しているインフレ指標の一つ個人消費デフレーターですけれどもこの、えー、個人消費デフレーターがですね これが、えー、0.2%上昇したんですね、でこれは年率約2.5%ぐらいです。で実際、これぐらいの物価上昇であれば、FRB は引き締めをしていかなくてもいいのかもしれないですよね。いずれにせよ、この個人消費デフレーターの動きはとっても大事で、FRB としてはこれを見て、インフレを抑えられているという安心感、多少持ってはいいんじゃないかと思います。 一方、コア CPI、消費者物価指数ですが、FRB こっちをより重視しています。このコア CPI は0.3%上昇、年率3.5%ですね。FRB としては、このコア CPI も前月比で0.2%程度に抑えたいでしょう。さて、コア CPI、個人消費支出の前年比は、2月の5.3%にピークを迎えて、で3月は、微減の5.2%、そして4月は。 に低下をしましまたですので、振り返ってみると、2月の5.3%がピークだったわけですねで。この時系列の動きを踏まえると、コア CPE、個人消費支出は向こう1年ぐらい下がり続けるんじゃないかと思います。さて、これら以外で FRB が注視している物価の指標は、1つは銅ですね。 銅の価格というのは今、グローバル経済において何が起きているのかを表すとってもいい指標なんです今、欧州と中国は実質的に景気後退局面にありますもしかすると実質的にじゃなくて明らかにかもしれませんがで中国は緩和政策を取ることでマイナスの圧力を多少弱めようとしていますでも私としては銅よりも石油の価格の方が大事な気がします消費者心理そしてインフレ懸念に対する影響が大きいからです 原油価格ですけれども、ここ1ヶ月でさらに上昇しましたロシアによるウクライナ侵攻の直後に達した1バレルあたり130ドル超というピークにはまだ至っていませんが、今は大体119ドルぐらいですね、ですので、そのピークにはまだ届いていませんけれども、でも、つい最近100ドルを切ってた時期もあるので、そこからすると大きな上昇には違いありません。 そしてこの原油価格の上昇は各種インフレ指標に影響を及ぼすでしょうコア CPE はそれほどではないですねというのもコアの数字は食品とエネルギー価格を除いて計算されているからですでこの指標は1970年代に考案されたんですけれども当時食品と石油の価格は非常にブレが大きかったんですねだからインフレの行方を考える際あまり参考にならなかったんですということで 今、後どうなっていくでしょうか。原油の価格はカルテルが左右しています。今、価格の高騰を受けて、石油に対する需要の破壊が大規模に進行しています。皆さんが住む町やコミュニティでも見られると思うんですけれども、車が減っていて、それに代わって自転車、スクーターなどの利用が増えています。もけれども 石油に対する需要はおそらく2019年にピークを迎えたと思っていますで今価格が上昇しているのは需要側の問題ではなくてサプライショックによるものですそしてこの石油価格の高騰がガソリン車の代替手段としての電気自動車に対する人気をさらに加速させています ということで、足元で見られるこの原油価格の上昇、それが需要の破壊につながっているという意味で、原油生産者側が自らの凋落をもたらす種を植えているという皮肉な話です。 さて石油に対する需要が2019年にピークを迎えたというのは文字通りピークを迎えたという意味です。それとは別にピークオイルという表現、時々使われます。これは需要じゃなくて、供給側の話で石油が枯渇するんじゃないかという話で出てくる概念ですね、ピークオイル。それに対して我々がピークと言っているのは供給能力のことではなくて需要の話をしています。石油に対する需要がピークを打って、その後、需要の破壊とあらゆる手段でのエネルギー消費量削減に向けたシフトが進行中です。 というのが今の金融政策についてです。我々からすると FRB、やりすぎている感があります。少なくともあと2、3回、50ベーシスの利上げをしようと思っているという点においては、行き過ぎだと思っています。で、市場もそれに反発をしています。冒頭で申し上げたとおり、利上げの出発点が非常な低金利だったこともあって、もうすでに4倍まで金利は上がっているわけですね。そして今の政策金利1、1%ということで、絶対水準としてはまだ低いですが、 市場が発しているメッセージとしては、FRB の政策は、市場を正常に機能させるための政策で、そのために多少の利上げを許すという政策、それを超えているということを市場は言ってるんですね。世界経済、これ以上の利上げや引き締めに耐えられないかもしれません。では、財政政策にいきましょう。バイデン大統領がウォール・ストリート・ジャーナルに寄稿した記事、とても興味深かったですね。 でバイデンさんはインフレを重要な論点として取り上げましたで今年の中間選挙でもインフレは大きな争点になるでしょうでインフレ周りの政策が勝敗を分けるかもしれませんバイデン大統領が掲げる3つのインフレ対策その1つは FRB に自由にやらせようというものですがこれ非常に興味深いですねっていうのも普通民主党政権は FRB にハト派であってほしいと思うものなんですね だから、それほど引き締めるなというふうに言いそうなものなんです。でもバイデン大統領は FRB のやりたいようにやらせようと言ってるわけですね。まあ、確かに FRB は政府から独立した存在ですから、大統領は FRB に対して影響力を行使し,ないしてはいけないわけですが、でも選挙の年に大統領が FRB に自由にやらせよう、利上げを続けさせようとあえて言うというのは興味深いですね。インフレ対策の2つ目は、財政赤字を減らすということです。 これはどちらかっていうと共和党的な主張ですね。ということでこれもサプライズ。そしてバイデンさんは財政赤字削減の手段の一つとして増税を挙げています。これらの政策は今年の議会を通過しないと思います。今年は中間選挙の年で選挙の直前に増税について議会で合意に達するのは非常に難しいと思います。そして財政赤字削減のためのもう一つの方策。 でこれは想定の範囲内でしたが、医療費の削減です、特にメディケア、つまり老人医療保障の削減ですね、こうした主張は足元、ヘルスケア銘柄にとって重しになってます、ゲノム銘柄も苦戦してます。ゲノム企業が病気の治療法を編み出すことができれば、それは政府にとって多大な医療費削減につながるわけですが、でもその効果ってすぐ出るものじゃないんですね、長期的な話なんです。 でバイデン大統領はまた、新エネルギーへの投資を呼びかけています。これも長期的な話であって、今年効果が出る話ではありません。さて、中間選挙に関連してですが、足元で見られる動きとして、投資家たちは下院の主導権が共和党に移ること、そしてもしかすると上院についても共和党主導になることを想定し始めています。 それは今年民主党政権下でいろんなことがうまくいってないからです。そして聞こえてくることの一つとして、テクノロジーに対する今のこのマイナスの圧力、それが弱まるだろうということ、そして逆にテクノロジー寄りの流れが出てくるんじゃないかということです。例えば遠隔医療、これは医療費を引き下げるには絶好の手段です。 とい下院と,と上院において共和党が勢力を伸ばすと遠隔医療の会社がその恩恵を被るでしょう。そういう政治的な動きのメリットを受けると思います。では次に経済について何人かのビジネスリーダーが経済について興味深いコメントをしていますつい昨日でしたかねイーロン・マスクが経済についてこれ非常に嫌な感じがすると発言しました。 で彼が何を、どの数値を見てそう言ってるのかなというふうに思うわけですが、まあ、テスラの5月の自動車販売、グローバルに60%も伸びてます。でほぼすべての競合他社の販売は減ってましてで、中には売れ行きが大きく落ちてる会社もある中でのテスラの伸びです。ということで、マスクさんが見てるのは、テスラの売り上げではないですね、まあ、もしかしたら受注サイドで何か悪い動きがあるのかもしれませんが。 あるいはもしかすると自動車業界全体の販売台数の落ち込みについての発言かもしれませんまあ、いずれにせよ興味深いあと JP モルガンのジェイミー・ダイモンが経済の先行きをハリケーンに例えてハリケーンに備えようと言いましたまあ、どんなハリケーンになるかわからないと。小規模なものかもしれないしハリケーン 3D 並みの大型ハリケーンになるかもしれないその場合は結構深刻ですね いずれにせよ、JP モルガンが業績発表を行って以降、足元の1ヶ月ほどでダイモンさんのトーンが変わりましたよね。前はここまで悲観的じゃなかったんです。そのダイモンさんは何を見てそう言ってるんでしょう。まあ、推測ですけど、彼はいろんなビジネスの動きを追っているわけですから、それが減速していると感じるんでしょう。あと、ゴールドマン・サックスの社長が今のビジネス環境について、複数のショックが合流して一つになっているという言い方をしました。そして彼のキャリアにおいて、これ、前例のないことだというんですね。 ゴールドマンの社長もビジネスについて、そしてグローバルな事業環境、あらゆるセクターについて、とてもよく見えてるでしょうから、この3人、いずれも経済の一部においてストレスがかかっている状態を感じているんでしょう、ビジネスリーダーとして。さて、アークが今、注目していて、この動画でも皆さんに紹介してきたのが、在庫の積み増しが起きている可能性が高いということです。ここ1年ずっっとそう言ってきました そしてサプライチェーンの問題が一部解消されるのにだいぶ時間がかかりましたがそれが解消されてきているということによって在庫の積み増しに拍車がかかっています私のキャリアにおいてこんな状況を見たことありませんこの在庫の積み上がりはいろんな会社で起きています例えばウォルマート前回の YouTube 動画でナンシーと一緒にお伝えした通りウォルマートの既存店売上は前年比で3%増加 ということは、今、物の価格上がってますから、数量ベースでは逆に減ってるんでしょう、売り上げは。そして在庫は33%も上昇してます。ということは、ですよインフレ影響を除いた実質ベースでは25から30%程度の上昇でしょう、在庫はで。なんでこれに注目するかというと、ウォルマートの売り上げの半分以上が生鮮食料品なんです。で生鮮食料品は在庫、そんなに増えないですよね。ということは、 ウォルマートの売り上げの残り半分について何が起きているのか、在庫が例えば80%ぐらい増えているとか、そういうことなんですかね、まあ、そんな可能性、想像するだけでもちょっとすごいことですけど、でもそういう可能性があるということです。一方、ターゲット、ターゲットの在庫は42%上昇しました、ターゲットはウォルマートほど生鮮食料品の扱いありません。 それでもある程度は取り扱いありますから生鮮食料品を除くとどうですかね、在庫はまあ50%とか60%程度上昇しているんでしょうか、両社とももうほとんどクレイジーと言っていいほどの大きな数字です、サプライチェーンマネジメントの観点からすると、世界で最も優れていると言ってもいいこの2社において、在庫がこんなに積み上がっちゃってるんです。そしししてててて JP モルガンン・ののののジェミンダイミあたりはこの辺の動きをを見て言っっいいいるるかかもれれなでですねまあいずにせよなんか情報を持っているんでしょう もう一つ、最近のウォール・ストリート・ジャーナルでの興味深いニュースですね、ありました、これはアマゾンの大手のセラーアグリゲーターの1社が、ちなみにアグリゲーターっていうのは、アマゾンで物を売る小規模な売り手を買収して、1つの事業体に統合、すなわちアグリゲーションして、それをアマゾンのネットワークに載せる役割を果たしている人たちのことを指す言葉なんですけど、この1月、アグリゲーターが上場を計画してました。 でコロナ中、ものすごいブームが起きて絶好調だったんですね。でまあ、上場しようとしてたわけですけれども、で彼らとしては、このシフト、コロナ禍でのシフトが、この流れが今後も続くだろうと、だからこそ上場ができる、上場してアマゾンにおけるセラーのエコシステムをこれからもどんどん集約して、アグリゲーションして、アマゾン向けにアグリゲーションしていこうと、そう思ってたわけです。でも、足元の市場の環境がやや厳しいということで、この会社の CEO、上場を取りやめました。 で上場は取りやめたんですけど、予定したパーティーは予定通りやろうということで、1月にパーティーをしたんですね。で、アマゾンのセラーを何社もメキシコに招待して、でこれ、1月の時点ですから、その時はまだ将来について自信を持ってたんでしょう。で、その後、何が起きたかというと、つい最近、この CEO は退任させられましてで、上場もしないと、負債が多すぎてまずいことになったと言ってるんですね。コロナ中は今後もブームが続くだろうと、自信たっぷりだったにもかかわらずです。 この話が何を示唆しているかというと Amazon の売上の半分以上を占めるいわゆるサートパーティーのセラーたちそのエコシステムでさえもその人たちでさえもこうした問題に直面しているということなんですこれまで何年にもわたってリアルの小売店から多くのシェアを奪ってきたにもかかわらずですということで興味深い話だなと感じました、えー、自動車販売についてですけれどもここでもサプライズがありました 自動車メーカー各社はここに来てようやくサプライチェーンの問題を乗り越えつつあります自動車業界のリサーチ機関であるウォーズによるとこの4、6月期自動車各社はその生産量を20%程度増やす最中にあるんです20%ですねそれに対して今週出てきたデータはちょっとサプライズでした自動車販売が再び下がってるんです 1430万台から下がってるんですちなみに米国における通常の巡航の水準が年間1700から1800万台程度なんですがそこにも到達してなかったんですね年間で1700から1800万台実際は1430万台だったわけですで市場の想定はそこからどんどん販売台数が増えていって通常の水準に戻るだろうと見てたわけですそれがどうでしょう5月 自動車販売が1270万台に減ってるんです。つまり、また同じことの繰り返しですよね。生産を増やして、在庫を積みまして、でも消費者は車を買わない、逆に買い控える。 そうすると自動車各社は過剰在庫に悩まされることになります、まあ、今まで車が売れない理由としてサプライチェーンの問題について散々聞かされてきたわけですがそれが解消されつつあるのにこの状態ですさて今日は雇用統計が発表される金曜日だからこそ今日この収録をしているんですが雇用統計情報満載でした今日の雇用統計ですが非農業部門雇用者数は想定を少し上回って39万人伸びましたさて A ークの 見立てがもし正しければ雇用の伸びは今後大きく減速するはずなんですねで実際減速はしていましてで月間50万人とか80万人の増加にはなっていないわけです今や40万人を切りましたそして今後もこの数字は低下していくと見ています年末までにはマイナスになる可能性もありますとは言っても私の想定よりも強い数字でした そして以前もこの動画で申し上げている通り、雇用が伸びている理由の一つとして、多くの雇用者がこれまで労働者不足に悩まされてきたんですね。それが今は雇おうと思えば人を雇える状態になった。なので、足元、ビジネスは減速しているにもかかわらず、次のサイクル、循環に備えて、取れるうちに人を取っておこうということなのかもしれません。 さて、雇用関連で注目したいのは平均の時給です、これも非常に重要なインフレ指標です。平均時給、今月は0.3%上昇しました、予想は0.4%の上昇でした、ですので前年比でいくと 5. 5、5.5%から5.2%になりました。これは賃金と物価のスパイラルに入っているんじゃないかという FRB の懸念を和らげる効果があるはずです。 1> ここ1年のインフレは、は少ななくとも賃金に関ししてて的な影響を及ぼしていません。じゃあ、労働市場で何が起きてきたかというと、労働力不足の問題があって、でコロナで家にこもってしまっている人たちに対して、再び労働市場に出てきて働く、インセンティブを与える、そのための賃上げだったんですね。労働参加率は前月の低下を経て、今月、若干増加しました。 さて雇用統計の中でメディアやエコノミストたちが十分取り上げなかったなと思うものが2つあります製造業における雇用の伸びは想定の半分程度にとどまりました予想は3万9000人だったんですが実際は1万8000人程度でしたもう1つ全く言及がなかったのが週あたりの労働時間です 製造業における週当たり労働時間が減少しました、あと残業も減りました、これは在庫が積み上がって、それを受けて製造業セクターがブレーキをかけているという、その最初の兆候なんだと思います。でもう一つ見られた動きとして、でこれは先ほど、ウォルマートやターゲットについてお話ししたことと、それを考えるとよく分かるんですが、小売セクターにおける雇用が6万1000人減少しました、これ、結構大きな落ち込みですね。 でリサーチ会社、パイパーサンドラー社のチーフグローバルエコノミスト、ナンシー・ラザーさんの数字を借りて説明すると、彼ら、企業が発表する採用の凍結とかレイオフとか、企業のそういった動きを集計してるんですね、それによると、今年2月以降、アメリカの61の企業が採用の凍結やレイオフを発表していますそしてつい昨日皆さんもご覧になったかもしれませんが、テスラが労働力の1割をレイオフすると発表しました。 今日追加の発表がありまして、レイオフする対象は製造部門ではなくて、ホワイトカラーの管理部門での人たちということです。これもなかなか示唆に富む動きだと思いますさて、ここ1ヶ月の消費に関する指標ですが、かなり分かりにくい動きになっています。 ま先ほど、ウォルマートとターゲット、あとアマゾンについて、ミクロのお話を少ししました。一方、今月出たマクロの数字を見てみると、4月の個人消費は名目ベースで、つまりインフレ込みで0.9%でした。で、インフレを除くと0.7%でした。ということで、結構高い数字です。 それまではかなり弱かったのが一転しました。なぜこれサプライズかというと、この同時期にミシガン大学の消費者心理調査の結果も出てまして、こちらは下がったんですね。以前の水準からさらに底割れしたんです。今や2008年、2009年の水準に後戻りです。これ非常に弱いです。だからこそ、なんで個人消費がこんなに伸びてるのかが分かりにくいですね。もう一つ、私にとって理解しにくい統計は、 消費者による借り入れ残高です、クレジットの残高です。これはリボ払い、つまりクレジットカードですね、そして分割払いの残高を含みます。3月と4月、非常に高水準だったんです、370億ドル、あと520億ドルでした、通常は50億とか60億ドル程度なんですね。 でこうした現象はこれまでも景気のサイクルの転換点において見られました消費者や中小事業者が、まあ、どちらかというと中小事業者ですかねこうした事業者も分類上は消費者になるわけですけれどもこうした事業者が自身の将来の借り入れ能力に不安を持つんですねだからこそ今借り入れ枠いっぱいに借りるわけですそれが今一部起きてるんじゃないかなというふうに推測してます パズルのもう一つのピースが、家計部門の貯蓄率です。これ、2020年の4月か5月頃に34%でピークを打って、その後 4. 4、4.4%まで低下してます。4.4%、ね、まで、コロナ前は8%でした、それが今は4.4%まで下がっていると、これ、リーマンが倒産した直後の2008年並みの低水準なんです。 でですので消費者の心理と貯蓄の組み合わせ、これなかなか分かりにくい動きを見せています。貯蓄率が低いわけですけれども、消費者心理が非常に弱いことを考えると、今、そんなに消費したいというタイミングではないはずなんですけどね。ということで、まあ、今後どうなっていくでしょう。 そそうそうこうした統計というのは、後から修正されることもよくあるんですね、あと、まあ、これはあくまでも1月分の数字であって、だからこそこれをもってトレンドとするのはちょっとどうかと思います、ですので今後の数字を待ちたいですが、今、ちょっとそうしたズレが見られています。 話転じて住宅市場ですけれども、あらゆる指標が低下、減速傾向にあります、住宅の購入余力、激減しています、住宅ローンの金利が大幅上昇して、価格も高騰しているので、買いたくても買えない人が増えています、そこに消費者心理の弱さも拍車をかけているとで、先ほど自動車市場の話をしました、自動車と住宅、経済の中で最もシクリカルな、つまり循環的な2部門が、両方とも減速傾向にあります。 あと自動車関連で申し上げておきたいのが、中古車の販売が前年比2割減ということです。そして新車の販売も今、減少してまして、こっちは前年比2割以上減ってます。いずれもかなり大きな低下ですね。でこれ、この後中古車価格に反映されてくると思ってます。 その結果、中古車を裏付け資産とする証券化商品に影響が出てきます、そして、えー、中古車と新古車、両方の,その残存価値が低下をしていくと、で、証券化商品に影響が出るということですね、で我々の見立てが正しければ、そしてこれらセクターにおける動きから見られるように、景気が実際に減速しているんであれば、おそらくそういう流れになっていくんだろうと思っています。 次に各種市況です。市場はどういうシグナルを発しているんでしょうか。株式市場からは FRB が今後間違いを犯すというシグナルが出ています。そして FRB 自身も我々間違いを犯すかもしれないと言っています。景気が後退するかもしれないと。そうならなければいいがと言っています。確かにソフトランディングできる可能性もありますけれど、でも住宅と,あと自動車が2割減というのはソフトランディングではないですよね。 株式市場ですが、これはそのセクターに分かれています。GICS、世界産業分類基準というのがありまして、その GICS に基づくセクター分けがされています。エネルギーと電力などの広域セクター、そして素材セクターは上昇しています。エネルギーと素材はいわゆるバリュー型のセクターです。ですので、インフレのときはパフォーマンスがいい傾向があります。財政政策も金融政策も非常に引き締め傾向にありますが、もし我々の分析が正しければ、 今の流れはいずれ反転するはずです。で、そのバリューに向かうローテーションが逆回転して、グロース銘柄への揺り戻しが起きます。で、我々としては今か今かとそれを待望しているわけです。一方、痛手を受けているセクターですけれども、一般消費財、そして広告を対応している企業は今、軒並み痛手を受けています。特にソーシャルの広告ですね、TikTok との競争があります。 でですので足元の株式市場の動きがビジネスのつまり競争上の動きなのかそれとも経済のトレンドによるものなのかやや判別しにくくなっていますがおそらく両方の側面あると思いますそしてもちろんテクノロジーセクターもアンダーパフォームしています金利に関してですが FRB が非常に高派的なスタンスを取っていて今後も利上げを続けると言っていますそして長期の国債利回りがなかなか3%を超えません この10年ものの国債利回りが3%だとしたら、米国の名目 GDP が10年間平均で3から4%成長するということと整合性があるんですね、10年もの,の国債利回り3%だと。実質経済成長がマイナスでない限り、インフレが3 4、4%というのは、非常に可能性が低いわけです。 もちろん実質経済成長がマイナスであれば別ですがということですね。だから FRB にとってこれは安心材料であるはずなんです。長短の国債利回りの差を示すそのイールドカーブですが、このイールドカーブがかなりフラット化しています。つまり FRB の誘導によって短期金利は上昇しましたが、10年ものの金利はそんなに上昇していないんですね。なので イールドカーブは約30ベーシスまでフラット化してきています0.3%ですねこれかなりフラットな状態と言えるでしょうで通常こういう状態になるときっていうのは経済成長が大きく減速しそうなときかあるいはインフレが想定を下回ったときあるいはその両方が起きているときです我々としてはこれ両方起きると思っています そして今後数ヶ月の間に FRB がはっきりとメッセージを出すでしょう。金利はもうこれ以上あまり上げられないというメッセージです6月、もう50ベーシスの利上げはされるでしょうでも7月にかけて企業の業績発表もありますし将来についての話もいろいろ出るでしょう。 FRB はきっとメッセージを受け止めると思います。そしてそうなれば株式市場にとって非常にポジティブです。我々はそれを待っています。いつも言うように夜一番暗いのは夜明け前なんです。今は夜明け相場です。どこに問題があるのかはみんな分かってます。そして今後 FR、FRB が実際の政策はともかく少なくともその発言やメッセージを高派ではなくてよりハト派なものにしていくそういうシグナルが市場から出始めています。さて米ドル あとジャンクボンド、クレジットデフォルトスワップ、いずれもここ1ヶ月、大きく動いてます、全く方向性が見えない。資源価格については、原油価格が再び上昇したものの、ロシアによるウクライナ侵攻の時点の水準までは戻っていないという話を先ほどしました。当時多くの人が このサプライショックによって原油価格は1バレルあたり200ドルまでいくだろうと予想していたのを思い起こしてくださいでも実際にはそうなりませんでした私よくあのルーニーチューンズのワイリー・コヨーテの話を引き合いに出すんですが ワイリー・手が走って走って走ってそして勢い余って崖の上から飛び出してしまって下を見下ろすと地面がもうなくてピューと落ちてしまうあのシーンですねこれ1986年がまさにそういう状態でした1986年原油価格はずっと高止まりしてました当時石油カルテルの力が今よりもさらに強かったんですねで 需要の破壊が起きましたそれによって OPEC をはじめとする産油国が生産していた量を消費しきれなくなったんですね。多分今回ですね、その1 9 8 6年と同じことが起きると思います。特に今はアメリカをはじめとする産油国が安全保障を言い訳に生産量を増やし始めてます。 その結果、向こう1年ぐらいの間で石油の生産量は過去最高に達するでしょう。そして、もしかするとアメリカが再び世界一の産油国になるかもしれません。という流れでイノベーションの話に行こうと思うんですがビットコインについて。 でお伝えした通り、ビットコインマンスリーというレポートを出します。これ、非常にエキサイティングな話で、というのも、市場はこういう情報を必要としていると思うんですね。アークのメンバーをご紹介しますと、クリプト暗号資産ですね、そのアナリストのリーダーであるヤスイン・アルマンドラとデイビッド・プエル、デイビッドのブロックチェーンに関する分析を通してご存知の方もいるかもしれません。 今多くの市場関係者がデイビッドが作った指標を活用していますそういう人材が入ってきてくれていることを嬉しく思いますさてビットコインマンスリーのレポートですがここで取り上げることの一つが 最近ののののビビッットトココイインン下下落落でです連続は歴史上初めてですこれ最初の受け止め方はかなりネガティブなことだなと感じるのが普通だと思います。で、私からチームのみんなに問いかけたのは、まず売られすぎなのかということ、今、輪ゴムがギューと伸ばされている状態なのかどうか、あるいは本当にビットコインに何か問題があって、だから下がっているのか、これ、答えは分かりません。 ですので、この件については分類的にニュートラルとしています。レポートをご覧いただければと思いますけど、いろんな項目を強き、弱き、あるいはニュートラルに分類しています。でも先月何が起きたかというと、ブロックチェーンの1つであるテラが崩壊、そしてルナの価値がゼロになったと。確かこのエコシステムの時価総額って、一時は600億ドルぐらいあったと思うんですね。そしてかなり多くの著名人が。 推奨後押しししてましたこれ結構サプライズでした。というのもアルゴリズムに基づくステーブルコインっていうのは少なくとも私にはよくわからない理にかなったものとは思えないからです。 私はその経済の教育を受けてまして、それによると資産というのは何らかの後ろ盾、裏付けが必要なんですね、そうじゃなければステーブル、つまり安定したコインとは言えないわけです。でもこの資産はそういう裏付けがなかったということもあって、発行済みのルナの数がたった1週間の間に3億5000万個ぐらいから6.5兆、いや、20兆までその数は増えたのかもしれませんが、それを見て別に驚きはありませんでした。これ、要するにもうハイパーインフレと言える,言えると思うんですよね。 裏付けがないんですルナには。で、アークは絶対手を出さないですね、こういう資産には。で、この一連の混乱ですけれども、別にシステミックリスクにはつながらなかったものの、混乱が生じたのは事実ですね。そして、我々としてもその他のステーブルコインに注目してます。それらのステーブルコインは価値が1ドルを下回るのかどうか、これ2008年、9年ごろ、MMF、マネーマーケットファンドが1ドルを割ったときと似てますよね。 で当時、この MMF を持っていた人たちは、もともと1ドルで買って、でもその価値が1ドルを下回ってしまったんです、でもちろん FRB が入ってきて、このファンドを救済する必要がありました、そのまま放置していたら、それこそ2008年、9年のメルトダウンの際に、システムリスクにつながったとであろうからです。いずれにせよ、こうしたことが起こりうるということが分かった今、規制当局はこの分野に対する規制を強化してくるでしょう。 そして、その規制に FRB も関与してくる、そういう可能性もあります。で、ビットコインですけれども、約30億ドル分が担保として使用されていました、ここ1ヶ月ほどで積み上がってた分ですね。それがある時点で全部吐き出されています。 だからこそビットコインはわずか1ヶ月の間に4万ドルから3万ドルに下がったということです。下落のもう1つの要因は、ナスダックとビットコインの間の高い相関です。 興味深いいここことにここ1週間間ぐらいののでその相関が少しし崩れましたナスダックは大幅に上昇した日があったもののビットコインは上がらなかったということでこの値下がりの背景には何かビットコイン独自の要因もあるようです11月7万ドル近くだったピーク時から57%も下落しています一方 あのビットコインの200週間の移動平均は2万2千ドルです。今日の時点では確か2万9千ドルです。でも200週の移動平均は2万2千ドルで,で、今上昇中と。で、この数字、なんで我々アー Arc にとって大事かというと、Arc が初めてビットコインのポジションを持ったのが、この移動平均が当時は225ドルから250ドル。 ぐらいのレンジだったんですね。なので、その時からするとだいぶ上場したわけで、これが貴重なそのサポートになっています。で、他にもいくつか言っておきますと、 でこれ、レポートに入っている内容ですけれども、ビットコインのエコシステムの透明性、本当にすごいです、何でも分かっちゃいます。で、ARC の指標によると、ビットコインのこの短期のホルダーたちは、この値下がりを受けて、結構ギブアップしちゃってるように見えるんですね、これ、はの短期のホルダーたちです。 でこれあの底を形成するという意味においてとてもグッドニュースです。一方、長期のホルダーの比率が65.7%と過去最高に達しています。ここで長期というのは少なくとも1年はビットコインを保有してきた人たちのことです。こうしたホルダー、根強い支持者がいるというのはこれとっても大事なことなんですねで、まああの。底を打つという意味で、長期のホルダーの売りも一部出るかもしれませんが。 でさて、他にもいろんなビットコイン周りの指標があるんですが、最後に触れたいのがビットコインの先物です。今、ビットコインの先物がスポットの、つまり現物のビットコインに対して割安になっています。こういう状況ではボラティリティが想定されます。ボラティリティには上方向と下方向と両方ありますが、各種指標を見る限りでは、我々の見立てでは、 ビットコインの,この次の大きなボラティリティは上方向になるだろうと思っています。もちろん、だからといって、気を緩めず、慎重に注視し続けようと思っています。テラの件は、これは暗号資産全体にとって大きな失敗でした。当局が規制を強化するインセンティブ、その理由を与えてしまいましたよね。 ということで、まあ、ぜひこのレポートをです、ね、見てみてください。今後、毎月出していきますで。その1ヶ月における重要な動きについてのまとめも入れていきますで。繰り返しになりますけれども、ビットコイン、そしてブロックチェーンの技術は非常に透明性が高い。 我々アークインベストもそうですですので、アークの視点、足元の動きをアークとしてどう見るかを解説していきます。我々、リサーチを無償で公開しています。ですので、アークがなぜ、そしてどのように投資しているのかをすべて公開しています。今後10日以内にモデルをもう一つオープンソース化して公開する予定です。ですので、 そちらもぜひお楽しみに。上位10銘柄についてモデルを構築していきます。そしてそのモデルを GitHub に載せます。そうすることで皆さん自由にアクセスできてで、もし我々が使っている前提を変えたい場合は変えて計算できるようになります。そして皆さんの前提でいくと5年後の株価ターゲットがどうなるかをご覧いただけます。 a r クがこうしてモデルを公開するもう一つの理由は、こうした銘柄が十分効果的にカバーされていないと思うからです。a r クはディスラプティブイノベーション、破壊的イノベーションに特化しています。で我々の投資活動やリサーチはすべて破壊的イノベーションについてです。世の中がどう変わっているのかについて、我々アー a r がどう思っているか、関心を持っていただいた方のお役に立つよう取り組んでいます。 これまでトップダウンの分析結果や考え方などいろいろ載せてきました。今度はボトムアップのリサーチなどを載せていって、アークの分析や視点の背景となるリサーチや考え方について知っていただこうと思っています。トップダウンだけじゃなくて、ボトムアップの分析もしているんです。そしてこれとっても大事なことなんですが、株式の見通しを考える際、5年のスパンで考えることで全く違った見方になるということを実感していただきたいんですね。リスクオフの時は、 市場参加者の時間軸が一様にそして極端に短くなります例えば直近の12ヶ月だけを見たりする人も多いわけですが再びリスクオンになった時時間軸が伸びますそういう背景もあって今後5年間がどうなるのかについて皆さんに示唆を提供できたらいいなと思っていますそれをいろんな銘柄についてやっていきますそしてもちろん5つのイノベーションプラットフォームについても取り上げますゲノム解析ロボティクス バッテリー技術 AI とブロックチェーンですね。ということで、来月の配信も楽しみにしています。最悪期はもう出して、再び上昇トレンドに戻れているといいなと思います。どうもありがとうございました。